えなかった。カイは私に本気で向かってきてくれたのに。私の弟雪村は頑固で決して自分の信念を曲げない。きっとまた私と戦うことになるでしょう。ですが私は逃げません。信行さん、私は家康様のもたらす太平を、親しき者が戦わずに済む世を実現させたいのです。弟は信念、私は太平、互いに譲れない。だから本気で戦うしかないのです。でも家族同士が戦うなんて間違ってる。ええ、だからこんな間違ったことは終わらせなければ。こんな悲しみを時代に残してはいけない。強いんですね、信行さんは。あなたも本当は強いはずだ。宇治安公のご息女であり、カイ殿が慕う姫君なのだから。ありがとうございます。おかげで私、カイとの約束を思い出しました。どんな時も絶望しない、精一杯生きてみせるって。もしもう一度カイと敵対した時は、私も逃げません。カイと本気で戦います。